3分間日本語リスニング。今日のトピックは卵です。卵。皆さん卵好きですかよく食べますかえ日本には卵焼きという料理があります。ちょっと甘く、甘いですね。砂糖が入っています。少し砂糖が入っていて甘くて美味しい料理です。私は好きです。よくお弁当に入っていますね。 あと、た、えー、温泉卵。温泉卵って知ってますかとろっとろで柔らかい卵なんですが、とても美味しいです。こんな感じかな。あとは、卵かけご飯。卵かけご飯。というのもあります。とてもシンプルな料理です。作り方は、白いご飯に生卵を乗せるだけ。そして、 醤油、醤油をかけて食べますえ。醤油はですね、普通の醤油でもいいんですが、例えば、うん、あるかな。こんな特別な、えー、特別な、これがいいかな。卵かけご飯。特別な、えー、醤油もあります。このシンプルな卵かけご飯。あとは、もちろん、目玉焼き。 目玉焼き。目玉焼き。あと、スクランブルエッグ。スクランブルエッグ。ポーチドエッグ。はい。皆さん、このウェブサイト知ってますかクックパッド、料理のレシピを調べることができます。卵で検索したら、こんなにたくさんレシピが出てきました。 えー、二つ目を見てみましょうか。これを見てみますね。ふわふわ卵とトマトの炒め物。ふわふわ。柔らかい。ソフト。卵とトマトの炒め物。フライですね。えー、材料。イングリーデンスがあります。トマト、卵、ニラ。この野菜の名前です。ニラ。だし汁、塩、 砂糖、酒、醤油。うん、簡単そうですね。作り方はここにあります。えぜひ、このクックパッドを使ってみてください。それでは今日は、卵について話してみました。それではまたねー。